はい、ということで A フラ図鑑なんですけど、はい、A フラに到達したことのある先輩方に、はい、ここだけは譲れないとか上達のポイント、練習法なんていうところを聞いていこうっていう企画になってます。今日は、はい、宇野スタッフのようくんに来てもらいました。下北沢店のようです。お久しぶりです。こんにちは。過去にね、ダンスバラエティーっていろいろ出てもらってたんですけど、はい、視聴回数200回恥ずかしい。手裏剣投げたりしました。目に見えて下がってきてる。確かにめちゃめちゃ長い。あーあーって言われたらもう終わるわ。動かしてもいいですよ。何ラウンドかに1回ずつ。いやいやいや、これはやっぱり、ね、やっぱできた功績があるから。やっぱその自分の、しかも多分外したよね、多分。早い外したよね。え、待って、これゆうくん斜めってない？そう、ゆうくんも斜めってる。あとみんな斜めってる。うん、あ、いいか。どう？いいか。え、こうなってても大丈夫？いや、そうじゃないね。多分こう、こういう、こっちの角度が出れる。あ、これか。早く歩けよ。はい。いきます。半分以上お蔵入りっていう感じで、一生懸命行くだけでも非公開になってます。最近ちょっと外出してたんですけど、一回ちょっとホームに帰ってこようお帰りなさい。久々に出てもらおうと思います。はい、ということで早速やっていきたいと思います。私、幼い亮と申します。14からだいたい16をなんか行き来してる感じ。最高レーティング16.5、まぐれでした。気合で行きました。もともとはパーフェクトっていうプロの団体の方でプロやってたんですけど、イップスっていうちょっと病気になっちゃってプロやめて、もうそこからもずっと一般でやってます。アマチュア一般です。一般です。実績っていう実績はないんですけど、アンダー19っていう大会がパシフィコ横浜っていう大きなところであったんですけど、そちらで一応ベスト8はあります。モテたかったからです。そうなの？はい。まあ、最初そのラウンド1行ってみて、まあ、楽しかったからなんですけど、一緒に始めたのが、まあ、女の子のお友達で、まあ、ダーツ一緒に、女の子もモテたかったので、理由が一緒にモテようぜってことでダーツを始めました。そこで付き合うことはなかった？ないです。ちなみにモテた？モテません。モテません。1.9 とか 2.1 とかでした。そんなだったんだ、はい、センスがない。へー、全くない。で、半年間ぐらいはもうずっと1から3をずっと行き来してました。今じゃ考えられない。レーティング6、まあね、7ぐらいで脱初心者ってしてるじゃん、うん、はい。6になるまでどれくらいかかったの？僕はでも半年間ずっと3とかで、うん、そこからそのなんか練習量をすごく増やしたんですよ、うん、練習量をすごく増やして1ヶ月か2ヶ月ぐらいで3から6まで上がって教えてもらったりとか揉まれないようにしながらやってたら、まあそれぐらいになって、うんうん、で3ヶ月とか4ヶ月後には A フライになってました。本当に投げ量だけです僕は。じゃあもう1年いかないぐらいで A フライになってた。そうですね、1年経たずか経つかぐらいでもう A フライでした。うんうん、え、それってどんくらい増やしたの？その24時間ずっとダーツをしてるとか永遠と投げてました。半年間、はい、3ぐらいだった間は例えば週、その、いや、週2とか1、はあはあ、遊べればいいかなぐらいでしたね。で、じゃあ実際6になる2、3ヶ月で量増やしてってなったけど、はい、その増やしたっていうのはもう週5とかになったり、週5じゃ足りないですよ、週8とかバグってました。それこそあの元々専門学校行ってたので、うん、まあ、学校行って、うん、
ダーツやって、休憩時間ダーツやって、学校で、飯食って、ダーツやって、バイト行って、バイト代全部ダーツしてみたいな感じだったんで、もうダーツ漬けでした。なるほどなるほど、はい、まあ、じゃあなんかもしかしたら量がポイントなのかもなって思ったところで、はい、まあ、実際にちょっとより細かいところ聞いていきたいんだけど、はい、お願いします。いい練習に関しては徐々に、自分の状態を見てレベルを少しずつアップしていくこと、分かりやすいことだと、まあ、その01っていうゲームが301、501、701少しずつランクがあると思うんですけど、うん、その日を上がれるか上がれないかみたいな結構重要視してて、うんうん、まあ、最初はその僕もずっと2だったので301精一杯だったんですけど、うんうん、301精一杯だったんで、まあ、301を上がるまで帰れないとか、うんうん、で上がったら今日はもうそこで終わって他の人と遊んないとか、うんうん、割り切って次の日は501をしっかりと上がるまで帰れないとか、うんうん、でそうなると多分そこら辺でブルに入る本数が増えてくると思うので、うんうん、その次にハットトリックを出すまで帰れないとか、はいはいはい、そうすると結局出るまでずっと投げるので練習量も勝手に増えますし、うんうん、まあ、モチベーションの維持もできるかなという感じです、うんうん、はい、目標を決めて、そうですね、1日の目標を決めて、はい、まあ、自分のスタッツに合った01を上がれるようになる、はい、無心無欲、うん、無心無欲がすごい大事でしたね僕は。なんか考えるとやっぱりそのスタッツとか考えちゃうと、うん、どうしてもやっぱ下を打ってしまうので、うん、考えないようにやりたいことを決めてやってました。一見矛盾してるように見えるけど、なんかそうですね。そう言われますね。そう言われます。だけど気にしちゃうから無心無欲。ああ、一回やりますか。ちょっとおもろかったから普通にもう一回で。